母と真央、市川海老蔵。海老蔵さんの母、十二代目市川團十郎の妻、堀越きみ子夫人が沢子の朝に出演。息子市川海老蔵の妻で、2017年6月乳がんで亡くなった小林真央さんを偲んだ。海老蔵さんから真央さんを紹介される前、彼女をテレビを見ていて、この人がお嫁さんだったらいいなと思っていたというきみ子夫人。ある日、海老蔵さんから、お袋、今日空いてる？人連れてくるから綺麗にしといてと言われ、変だなと思っていると、彼がその真央さんを連れてきたのだとか。海老蔵さんはすでに結婚の意思を固めていたようで、結婚しようと思ってる、よろしくと挨拶。きみ子夫人もおめでとうとその場で認め祝福。二人は2010年3月に結婚した。2013年、十二代目市川團十郎を肺炎で亡くしているきみ子夫人、阿川佐和子さんから今度、その真央ちゃんの体の具合が悪くなっちゃってと言われると、きみ子夫人は、ねえ、本当にね、もうね、とため息をつき、残念です、と絞り出した。また、離縁の妻としてのしきたりなどを指導する時間は、少なかったと悔やんだ。孫の勸玄君が4月に行われた千葉県成田山回帰1080年記念お練りの際、歌舞伎の道に進みたいと思いますと宣言したことについてはびっくりしましたと、予想外だったという。しかし、芸事の厳しさを知っている身として嬉しいような複雑な気持ちと吐露した。また真央さんが亡くなった後の勸玄君について、本当に頑張ってやってるなって思いますと、そのけなげさに目を細めた。さらには、幼稚園の送り迎えや弁当を作ったりもしていると告白。阿川さんから、元気じゃなくちゃいけないと言われると、きみ子夫人は頑張りますと語っていた。海老蔵母、頑張ります。市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。